無名で有名、どうも無名のアカリストです。いやー、文ちゃんだいぶ人に慣れてくれました。お迎えしたての頃は結構シェルターにこもってたんですけど、最近は僕の前でもこんな感じで寝そべってくれます。可愛いですね。前回上げた動画が大変好評だったようで、僕としてもすごい嬉しかったです。みんなからの文ちゃんをこれからも見たいって声があったので、文ちゃんの成長をシリーズ化しようかなって思いました。もちろん文ちゃんの他にも我が家には可愛い爬虫類がいっぱいいるので、ぜひその子たちの動画もたくさんあげたいんですけど、文ちゃんをこのチャンネルのマスコットキャラクターとして、一人でも多くの方が文ちゃんの成長を見守っていただけたら嬉しいです。めっちゃ大の字で寝てますね。文ちゃん一人だと寂しいかなと思って、ゆずちゃんとぽんちゃんの隣に置いてあげました。こっちがゆずちゃんですね。で、なんでかわかんないんですけど、全く同じ格好をしてますね。ゆずの真似してるんでしょうか。いやー、こういう表情が癒されますよね。ちなみに先輩のゆずちゃんとぽんちゃんなんですけど、先輩の風格ゼロですね。めっちゃ爆睡してます。なんでレオパってこんな感じで人間みたいに寝るんでしょうね。まあ慣れてくれてる証拠ですかね。こちらが前回の文ちゃんの動画ですね。ずっと拒食状態だったところからやっと餌を食べてくれました。この時は拒食中ってこともあって、結構小さめの餌を選んだんですけど、今は健康に育ってもらうためにもう一段階大きめの餌を与えてます。現在はこんな感じでケージにコオロギを放しておいて、文ちゃんがお腹空いたら食べるって感じでやってるんですけど、カルシウムを確実に口の中に入れるためにできればピンセットから食べてほしいんですよね。ということで今回はピンセットから餌をあげてみたいと思います。ちなみに前回あげた時は見向きもされませんでした。こんくらいのコオロギをあげてます。だいたい M サイズくらいなのかな。小さい頃にあげればあげるほどやっぱり健康に育っていくと思うので、できるだけ大きめのものを与えます。カルシウムパウダーもこんな感じでがっつりつけちゃいます。ショップの方ではカルシウムもつけてもらってなかったらしいですからね。今からでもできるだけ多めに摂取してもらいます。さあ、これが一発目ですね。ちなみにこれは脱皮前でめっちゃ真っ白になってます。さあ、コオロギを入れました。一瞬見るんですけど、やっぱりピンセットが目に入ると食べないですね。まあこればっかりは数をこなしてピンセットに慣れてもらうしかないと思います。まあそうといえばそうですよね。だってピンセットを見ること自体が初めてですもんね。この後もうこの日はピンセットから食べないだろうなと思ってコオロギをばらまいておいたら、無事に食べてくれました。これが次の日ですね。ちょうどパネルヒーターの上で体を温めてたので、コオロギを目の前に出してみました。この日もまた食べる気配がないですね。視聴者のレオパ飼ってる方で最初はピンセットから食べてくれなかったって方いらっしゃいますかね。僕が働いてるペットショップでもそういう相談される方たまに来るんですけど、実際にこういう子を見たのは今回が初めてでした。これがさらにその次の日ですね。この日はシェルターの中にいる時にやってみました。明らかに反応が違いますね。やっぱりシェルターの中にいる時の方が落ち着いて餌も食べようとしてくれるみたいですね。ただやっぱりピンセットがちょっと横目に入るのか、なかなか食いついてくれません。今のところだとこの作戦が一番有効そうですね。ちなみにこれカメラ片手に持ってピンセットも持ってるので、だんだん僕のピンセット持つ手がプルプル震えてるんですけど、それは気にしないでください。ようやく食べてくれましたね。やったぜ。
いやー、嬉しくてピンセットで拍手しちゃいました。これを機にピンセット給仕にも徐々に慣らしていきたいと思います。今回の動画良かったよって思った方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんのおかげで無事にチャンネル登録者1000人を突破することができました。誠にありがとうございます。これからも爬虫類の魅力をどんどん発信し続けたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。ブンちゃん以外にもいろんな可愛い爬虫類の動画を上げていくので、そちらもぜひチェックしてみてください。それではここまでご視聴ありがとうございました。